フライングガーデン株式会社フライングガーデンはファミリーレストランチェーンのフライングガーデンを運営する企業。栃木県小山市に本社を置き爆弾ハンバーグと呼ぶ独特な形状のハンバーグを看板メニューにしている郊外型ファミリーレストランチェーンのフライングガーデンを展開する企業である。2016年に1月時点において関東地方の内茨城、栃木、群馬、埼玉、 千葉の各県に62店舗を展開し、2016年3月期の年間来店客数は634万人である。最盛期の2008年時点では、関東地方に直営店68店舗を展開していた。またパッケージライセンス契約に基づいた株式会社、高楽園が東北地方で運営する1店舗が2010年から2012年までの間に存在した。 店舗の広告等には2枚の看板を掲出していて、それぞれに、ザ・フライングガーデン、爆弾ハンバーグと記載している。また、売上高の38%を爆弾ハンバーグが占めている。爆弾ハンバーグとは、フライングガーデンで一番おいしいものは何かという問いに、答えるべく社長の野沢8000万 野沢屋島が自ら開発した肉の引き方などを工夫することによって、つなぎを使わずに形状を保持できる牛肉100%のハンバーグである。大きさは 200g のクイーン、250g のキング、クイーンを2個合わせた 400g のダブルがあり、ソースは和風ソースなど4種類の中から選ぶことができる。かつては 150g のゴールドも存在した。 来店客へ提供する際は、客の前で接客係が、俵状のハンバーグを二つに切り分け、ソースをかけて供される。その際に、肉汁やソースが跳ねるため、紙ナプキンでガードするなど注意するよう促される。爆弾ハンバーグの製造は、栃木県河内郡上野川町のテクノパーク上野川に立地する自社工場の栃木工場で行っている。 創業者であり2015年現在も社長を務める野沢八千万は1947年に茨城県笠間市で生まれ高校卒業後に上京就職した東京都千代田区神田神保町の洋食店で2年間働いた2軒目に就職した店では世界料理オリンピックの金メダリストである今井勝弘のもとで3年間働き経験を積んだ そして29歳の誕生日である1976年11月29日に群馬県桐生市でピザとクレープの店野沢を創業した。当初の店舗は約40平方メートルの店内に24席の客席があった。1980年代初頭に視察で米国を訪問した野沢は日本においても郊外型レストランチェーンが受け入れられると考えた。 1981年12月に株式会社、野沢ハッピーフーズ事業本部を設立。フライングガーデンの1号店である新規流店を開店したのは1984年8月であり、後に爆弾ハンバーグへと発展することになる網焼きステーキハンバーグも投入された。そして1996年11月に社名を株式会社フライングガーデンへ変更している。 看板メニューである爆弾ハンバーグの試験導入は、すでに店のイメージが確立している、既存店の周辺地区を避けて、既存店から離れた地区で1990年に開店したフライングガーデンエコ祭典にて行われた。当初の名称は、網焼き和牛100%ステーキ風ハンバーグであったが、鉄板状のハンバーグから煙が立ち上がる様子を見て、爆弾を思い浮かべた。 野沢の発案によって、1991年に爆弾ハンバーグへ改名された。改名に際してはイメージが悪いとして、社員全員から反対されたが、周囲の反対を押し切って決断したものは、大ヒットするという野沢の経営哲学に基づ、改名された。下コ採点における爆弾ハンバーグの注文率は、約60%を記録し、 1993年には全店舗へ爆弾ハンバーグを導入している。2004年3月に日本証券業協会の店頭売買有価証券市場ジャスダックへ株式の店頭登録を行い、12月にはジャスダックの証券取引所化に伴い、店頭登録を取り消してジャスダック証券取引所へ伸ばした。これにより、 新卒社員採用へ応募する学生が増えるなどの影響が出た。株式の店頭公開以来、黒字決算を続けてきたフライングガーデンであったが2008年3月期決算は原材料価格高騰などの影響で赤字になり3122万円の純損失を計上して続く2009年3月期決算では赤字幅が広がり6億7545万円の 純損失となった。翌2010年3月期に黒字転換を果たしたものの、2011年3月期、2013年3月期、2014年3月期に、再び赤字を計上している。2008年4月8日には新業態を模索する試みとして、カフェダイニングマリアテラスを開店した。主に女性や三十代以上の客層を対象とする飲食店であり、 店内は、大人がくつろげるように、テーブルの間隔を広く取り、和室やテラス席、バーカウンターなどを設置して、リゾートの雰囲気を7種類再現し、アジア、地中海など世界各国の料理70種類と、ドリンク100種類以上を提供する。投資総額は8000万円であり、フライングガーデン西川田店、栃木県宇都宮市西川田町の改造により、開店した店舗であった。 目標を見立つのため11月30日に閉店した。長期的には店舗数百店、売上100億円の業態を複数作り、それらを持ち株会社の参加とする目標を持っていた。2009年5月1日、ラーメンチェーン大,大手であり、福島県郡山市に本社を置く株式会社、高楽園との間でパッケージライセンス契約を締結したと発表した。これは、 フライングガーデンが持っている商標券や店舗運営に関するノウハウなどを、高楽園に提供し、福島県内での独占営業券を与えるものである。2010年1月18日、契約に基づいて、高楽園が経営する第1号店となる、フライングガーデン朝霞店が、郡山市において開店した。3000平方メートルの敷地内に80台の 駐車場と広さ250平方メートルのものが立つ店舗で店内に客席88席を備える。同店はフライングガーデンの福島県新出第一号店でもあり、株式会社フライングガーデンの直営店では爆弾クイーンと呼ばれている200グラムの爆弾ハンバーグを地雷ハンバーグと命名するなどして独自性を打ち出している。なお二千十二年五月に この第1号店はサラダバーを導入するなどのリニューアルを行った上で店名をグリルガーデンに変更している。高楽園の運営による店舗では株式会社フライングガーデンが発行したサービス券などは利用できず、また逆に株式会社フライングガーデンが運営する店舗で高楽園が発行したサービス券などを利用することもできない。高楽園は フライングガーデンを東北地方で6年以内に40点程度出店する計画を立てており、事業部の別会社化及び上場も視野に入れている。2013年2月から4月までの間に、高楽園公式 HP の店舗情報からグリルガーデン朝霞店が削除された。2012年に日本テレビ系列で放送されたテレビドラマゴーストママ捜査船僕とママの不思議な百日の 制作に際して撮影に協力している。撮影はフライングガーデンイルマ店にて行われ、7月28日に放送された第4話において主人公の娘が思いを寄せている男性が働いているレストランとして登場している。2012年9月6日、栃木県河内郡上野川町のテクノパーク上野川で自社工場の栃木工場竣工お披露目会を行った。 自社工場を建設する以前は、茨城県内の食品加工業者に爆弾ハンバーグの生産委託をしていたが、生産設備が老朽化したため自社生産に切り替えることとして、栃木工場を建設したものであり、生産委託から自社生産への切り替えは順次行い、2013年2月より全店舗で自社生産した爆弾ハンバーグの販売を開始した。 工場建設に伴う投資総額は3億5000万円であり、建物の大きさは2階建てで延べ床面積が957平方メートルとなっている。1日に12トンの爆弾ハンバーグを製造することができて、自社生産化により品質向上や生産強化を図る。これに合わせて、従来よりも小さい爆弾ハンバーグをメニューに追加した。 従来は 200g と 250g の爆弾ハンバーグを提供していたが、高齢者から大きすぎるという指摘があったことから 50g を追加したもので、高齢者層の開拓を目的としている。2016年度までの3年計画においては、ファミリーレストランから鉄板肉料理専門店への転換を起きとし、食材の品質向上、サラダデザートの充実、 爆弾ハンバーグのロゴ入り鉄板導入を進めて、店舗の改装ではテーブルの大型化や内装の更新を行う。また6年ぶりとなる新規出店を2016年度に行う予定。フライングガーデン公式 HP の店舗案内を参照楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。